Yo, allow me to introduce myself. I'm Denim Man. Remember the name? Yeah, that's Denim Man. The legend ain't the one to tame. I'm Denim Man. キャンピングカーを使ってジーンズカジュアルの移動販売をしています。デニムマンの新倉健一郎と申します。キャンピングカーで移動しながらカジュアルジーンズを売るっていうことをふっと思いついた瞬間があるんですね。で、その時にデニムマンっていう名前も一緒に変な話降りてきたような、まあある意味偶然かもしれないです。27年間ジーンズショップの畑にいまして、でその後ですね、2015年に勤めてた店が閉店することになって失業する形になって、そこから、デニムマンへ変身の道が始まった感じですね。たまたま行った大磯市というイベントがあって、キッチンカーなんか行列ができてたんですね。でこんなに賑わってるところがあるんだとちょっと衝撃を受けまして、お客さんがいるところに行って営業するやり方もすごいいいなと思いながら、まあカジュアルショップを移動でやってる人っているのかなと思った時にいなかったんですね。誰も成功してないから誰もやってないっていう考え方もあるんですけども、これやったら日本初じゃんと思ってちょっと走ってしまった感じですね。イベントに簡単に出れると思ってたんですよ。ただイベントに申し込もうと思っても自分がこう出展するべきカテゴリーがなかったんですね。今日はここにいます、週末はこのイベントに出ますみたいなのを常に居場所を毎日のように発信しなければいけないし、最初の取っかかりの部分はすごい苦労しましたね。お店でいつ来るかわからないお客さんを待つっていうストレスって結構あると思うんですよ。まあそういう部分からある程度解放された。キャンピングカーってちょっと憧れ的なものもあるじゃないですか。知ってはいる、見たことはあるけど中はちょっと乗ったことはないみたいな方も多いと思うので、移動してやることで珍しがってもらえるので、必要に迫られてその形になったんですけど、実際はすごくキャッチ、つかみとしては有効だった今になって思いますね。ジーンズを販売しようと思った時にキャンピングカーなら立って乗れて、まあ、うまく使えば試着フィッティングとして使えるなっていうのが、まあ、そもそもスタートですね、はい、ジャパンブルージーンズというブランドで岡山の倉敷で2012年にスタートしたブランドなんですけども、その会社は生地自体を作ってる会社なので、ジーンズの聖地と呼ばれるところで作ってるジーンズが他社よりも 2,3 割安い価格でこう作れる、そのブランドをどうしてもやりたくて飛び込みで持ってったら、ちょっと面白そうなんでやってみましょうか。そのブランドが取り扱えなかったら自分で一人でジーパン屋をやろうとは思ってなかったんですね。一番の違いは生地なんですけども、1960年から70年代ぐらいに使われていた、シャトル織機っていうのがあるんですね。旧式の織機を使った生地っていうのは手織りに近い生地なので、生地の表面に凸凹感がつきやすくて色落ちがとても魅力があると、当たりというものが出やすくてジーンズを履き込んだ時の魅力的な色落ちをするっていうのが一番の特徴だと思いますね。よく色落ちがいいと言われるものはゴツゴツした、生地の感じのものが多いので、履き応えがあるとか武骨な感じ、いいクオリティで値段が適正であるっていうことはこだわってますね。ファストファッションと言われる時代なので、こうワンシーズン着ておしまいっていう着方をする方もいると思うんですけども、気に入ったものを長く履いていただきたいというふうに考えてます。僕もわからないですなんかね、行き当たりばったりではないんですが、もうその時の問題もこういろんな課題を解決しながらあちこち走ってるという感じなので、また違 う, こう走り方も想像しながらこう日本初のところに走っていきたいなと思ってます。こんなことになるなんて全部たまたまだと思います。僕の名前はデニムマン。覚えておいてください。
ジーンズのリペアと販売をしています。相棒はキャンピングカーです。業界初の走るジーンズショップ、忘れないでくださいね。ゲームマンです。オーデニーナンバー